やめてください。何、親切で言ってあげてんのに、そのひねくれたところもあのおばさんそっくり。それ以上社長の悪口言ったら。言ったら何？それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないな。でもいいの？うちの事務所ね、その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長もこれで終わりね。やめて。はあ？やめてください。何？口だけ？やめてください。頭は頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長、久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。どういうこと？ただし、あなたたち本当にいいのかしら。何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、 いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こう。前なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、バッカみたい。マイ、アズサ、元事務所仲間のヨシミで忠告しといてあげる。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子ライバルだなんて思ってないわ。だったらはるかに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことね。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。行こう。はるか、ありがとう。これは。あら、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。え？私そういうデザイン大好きだから。ありがとうね社長。さ、約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってて。いいわね？はい。
明日東京に行く予定なのよ。だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、ま、そういう時代だったんでしょうね。さ、これで終わった。どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげる。いいわね？はい、頑張ります。はるか、これあなたにあげるわ。え？ブローチのお礼。少し早いけどデビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから開けてみて。社長が使ってた、こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに降ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。
私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は、私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。すごかったんですね社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5千人親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも全てを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないのあなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。え？この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。東京で会わないかって。え？彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしても、これだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。
今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。社長は、社長、はあ、うう、寒い。